さあ今回乗車しているのはこれ西武池袋線、先ほど飯能駅を出発してひたすら池袋方面へと進んでいます。上にクロスしているのは圏央道。僕の小さい頃とかは圏央道って八王子ジャンクションぐらいまでしかつながっていませんでしたが、今ではすっかり神奈川県の南側の方まで伸びましたね。うちのチャンネルで西武鉄道を紹介するのって結構珍しいと思いますがね、久々に動画にした気がします。この西武池袋線は池袋を出発して西武秩父に行く手前、途中阿賀野駅あたりまでがこの池袋線の区間なわけなんですが、これ地形的に言うと池袋からずっと西に向けてどんどんと標高が高くなってくるはずなのに、これ上り列車なんですがどんどんとこれ反対に標高がぐんぐん上がっているのがわかりますね。車窓もこの線路の下には一軒家がたくさん立ちそびえていて、実はこの次に西武池袋線の中でも主要駅が訪れるわけなんですが、その今回向かう駅の中に、なんだかもう数年使用されていない、列車の乗り降りが行われていないのにもかかわらずなぜか放置されている謎のホームというのが存在をしているらしいので、まずはそのホームの様子を見に行きたいと思います。コナミスポーツクラブはたくさんの団地だ。池袋線の中での主要駅というと、もちろん池袋、そして中間新宿線と交わる所沢、あとはスイッチバックになっている飯能なんかが挙げられるんですが、実は今到着したこちらの入間市駅、この駅も一応主要駅になっているわけですね。でも主要駅といってもそんなに存在感はあるとは言い切れません。ただ特急列車は全ての列車が停車する強強な駅。最近西武でもいろいろ新型車両が出てますけれども、やっぱり西武といえば黄色、このイメージがありますね。東上線でいう8000系的な、そんなイメージですかね。西武線を象徴するような電車。さあ到着した入間市駅、一応特急列車全列車が停車するとはいえ、もう全然なんか主要駅間がないわけですね。特急は池袋、所沢、入間市、飯能の順に停車をしていくので、確かに主要駅ではあるのは事実。全体西武鉄道92駅中29駅の乗降客数を誇っているわけなんですが、さすがに平日の日中は閑散としている様子でしたね。ただこんな感じで副都心線の方からの F ライナー、特急列車以外の速達列車というのもちゃんとこのようにして停車をしてくれます。長い長い10両編成。西武鉄道ではこんな感じで各駅停車とか急行列車とか無課金で乗車することのできる列車の方がこれ両数が多くて、でこの F ライナーなんかは10両編成に対して特急列車が7両とか8両とかそこら辺のちょっと短いような長さで運転されているのが特徴。快速急行飯能行きが出発。今西武池袋線で運転されている特急列車は特急秩父号もしくは武蔵号、この一番上の赤いやつ、こう来てみると所沢の次にこの丸印が多いのは入間市となっています。ただこれも2000年代ぐらいまでは、今では聞き慣れない奥秩父号、特急奥秩父号というやつが運転されていて、その子はこの入間市通過していたわけなんですが、その列車が廃止になったため全列車が停車する最強の駅になりました。たまにエストレインっていう座席指定列車も、たまにというか平日と休日運転されておりますけれども、その列車もちゃんと停車をする、とっても便利な駅になっているわけです。さあ今度入間市駅の飯能寄りにやってきました。こうして見てみると結構ねホームの数多いんですよ。この駅上り下りのホームに加えてこちら反対側にももう一つホームがあって、これ合計で3面4線の駅になっているわけなんですね。そして注目すべきはこちらのホーム、なんか一見するといろいろ広告も入っているし電車が停車をしてそうな、今でも使われていそうなホームに見えるんですが、実はこのホーム2019年の3月あたりからもうかれこれ3年近く休止状態、使用されなくなってしまったかわいそうなホームでもあるわけなんです。
ほら、よく見ていただくと、これ多分駅名表なんかが貼ってあったんでしょうかね。ここ思いっきり剥がした跡がありますけれども、まあ、ただ広告に関してはね、別にこの2番線ホームから見ても目視で確認することができますので、剥がされておらず、ただベンチとかはもう野ざらし状態、もう当分メンテナンスもされていないのか、このホームの支柱、柱の部分だったりとか屋根のところ、結構汚れが目立ちます。時計は調整中のまま、どっかのタイミングで狂ってしまったんでしょうかね。そしてこのホームはもともとどうやら1番線として機能していたみたい。そして後ろこれ赤文字が書いてあるので、おそらくかつて特急列車なんかが停車をしていたホーム、今僕が立っているホームが2番線で、この入間市駅は2番線から5番線まであるということを考えると、これはまあながち1番線ホームで間違ってなさそうですね。そして黄色い線の外側のところを見ていただくと、これ列車とこれ接する部分がホームの床板が剥がされているわけですね。むき出しになっています。まあ、これじゃあね、列車が来たとしても段差がものすごいことになっていて、安全上特急列車からお客さんを降ろすことはできないでしょうね。3番線のホームには列車がやってきますが、こっちのホームには一向に列車がやってくる気配がありません。そう、この2番線だいたい日中の時間帯は特急列車しか発着しないホームになっているわけです。特急列車の本数は日中なのでそんなに多くはなく、1時間に1本、まあ、これだけ見たらどこにでもあるなんか中くらいの規模の駅っていう感じですよね。2番線3番線でこれが下り、片方特急片方各駅停車なんかが発着をして、同じく上り列車もこんな感じで2つホームが存在をしていると。一旦駅の上の方に上がってみます。一体その1番線の方に続く通路はどうなっているのか。2番線3番線に続くこの階段、そしてこの奥に1番線に続く通路があるわけなんですが、ここよく見ていただくと、ここでクイッと90度に発車がカーブしていて、その奥に特急の特の文字だけ見えるわけですよ。で、その上にはちょっと青い四角あったんだろうな、この黒い長方形あったんだろうなみたいな看板の跡がね見えるわけです。そこをね、真新しい壁で無理やり塞いだ感がマシマシになっているわけですね。いやー、もうこの先にはなんかあるぞという感じがもうプンプンするわけですけれども、こういうふうによく見ていただくと、これトイレとかそれから事務室になっていて、まあ、これはおそらくこの1番線が閉鎖された後簡易的に取り付けられたものなんでしょうね。さあ、今列車がやってきました。列車の前面には急行反応行きの文字があるんですが、電光掲示の方には確定の反応行きってなっているんですね。まあ、急行列車の方もこっちの方に来ると通過駅が少なくなって、もうほぼ確定みたいな感じになるので、もうもしかしたら便宜上勘違いしないように、こっちの方では確定と表示がなされているのかもしれませんね。さあ、来ました。1時間に1本やってくる特急列車、15時1分発の西武秩父行き。そしてこの1番線と2番線のホームの間には線路が1本しかなくて、その線路の間こう縫うようにして特急列車が入線をしてくるわけなんです。では一体1番線はなんで使用されなくなってしまったのか。これ実は新しく最近デビューしたこのボラギノールくん、西武の特急ラビュー号が大きく関わっているわけなんです。いやー、いつ見ても変な形、斬新なデザインなんで、すごい印象には残ります。ラビューって言われてこの形を見たら一発で脳裏に焼き付く、そんな形してますけれども、まあお世辞にもめちゃくちゃかっこいいとは言い切れないのかなと、まあ、個人的な、ね、主観なんですが思いますね。窓の形がとんでもなく大きくなっています。日本中の鉄道どこ探してもここまでね、側面の窓の面積が多い列車本当に少ないんじゃないでしょうかね。ラビュー号は普通列車よりもちょっと短い8両編成での運転、まあ、今でこそ西武池袋線の特急列車といえばこのボラギノールくんになりましたが、以前まではこれ西武の1万系ちょっと古いレッドアローくんがこの西武池袋線の特急を担っていたわけなんです。まあ、これ西武新宿線の様子ですけれども、西武新宿線の方だとまだこちらの1万系は現役で活躍をしているわけですね。まあ、ただ池袋線の方はもう早々と全列車ラビューになってしまいましたから、まあ、こっちもね、座席もなかなかに味があって走行音もレトロで好きだったんですが、今では新宿線だけの活躍、
で、問題なのが、このレッドアローとラビューの両数の違い。レッドアローの方は7両編成での運転なんですが、このラビュー、新しくできたラビューの方は、これ1つ両数が多い8両編成での運転なわけなんです。お隣の1番線ホームは大体7両編成に対応していたホームなわけなので、レッドアロー君は停車できるけど、このボラギノール君は停車することができないんですね、長すぎて。さっきの停車シーンもう一回見返すと、これ手前がこのお隣の1番線は白い柵のところまでこうのめり込むような形でこの列車停車してしまうわけなんですね。後ろの方ももちろん詰め詰めで停車、1番線の白いフェンスを取り除けば、まあ停車できなくもないんじゃないかなとも思ったんですが、ただそういった改造を施すぐらいなら、既存のこの2番線に停車させた方がまあ楽なんじゃねと、そういう結果にたどり着いたんでしょうね。西武池袋線でそのレッドアロー1万系の運転が終了したのは割と最近で、2020年の3月のダイヤ改正で運転が終了しました。ただホーム見ていただくと、ほらまだねレッドアローの表示がご丁寧に残されているわけですね。こっちの方が両数が1両少なくなっているので、乗車位置を見ていても他の電車とこう比べると、号車の番号がずれてるわけですよね。例えばこれなんか特急ラビューの乗車位置、これ7号車、8号車分の7号車の位置なんですが、その横にあるのはレッドアローの5号車の位置、こんな感じで、明らかにレッドアローの方が両数が少なかったことがわかります。駅の池袋方面を眺めてみると、ちょっと見えづらいんですが、こっち手前の2番線のホームはぐっとこう曲がっていて奥の方まで続いているのに対して、1番線の正面の使われていないホームはちょっと長さが短くなっているのがわかります。ギリギリ8両が止まらないし、しかもこれ雨の日とかは端っこに屋根がついていないので、池袋寄りで降ろされた人はもうずぶ濡れになってしまう運命になると。そして当時1番線のここではこの跨線橋の上部分で特急専用の改札、特急券なんかを拝見する、そんな作業が行われていたみたい。そして今映しているちょっと白くなっているところが、先ほど改札階でお見せした閉ざされた壁の向こう側ということになります。2019年にラビューがデビューして、19年から20年の3月まで約1年間はその2つの特急が共存することになっていたんですが、もう19年の時点でこのホームは使用停止、それ以降はずっとこちら側の2番線に特急列車が発着するといった形になっています。列車の引退、時代の変化とともに使用されなくなり忘れ去られていく、ちょっぴり寂しいホーム。十分これ電車に乗りながらも景色を見ることができますので、皆さんもぜひ訪れてみてください。ありがとうございました。